どうも皆さん、こんにちは。ワンハンドスターターめっちゃドローして外役リュウです。さあ今日はですね、スキルを悪用していきたいと思います。ですね、新しい不満足さんのスキルで墓標からのリベンジャーっていうこのスキルがあるんですけども、これどういうスキルかっていうと、自分の墓地にインフェルニティリベンジャーが1枚置かれた状態でデュエルが開始されますよと。でこのスキルが闇属性モンスター以外のモンスターが存在するデッキを設定してデュエルを開始したら、適用されないっていうね、そういうスキルになってます。で、インフェルニティリベンジャーっていうのはこいつ、これチューナーなんですね。これね、悪魔族ので、これデッキってどこまでデッキかっていうと、エクストラデッキまで闇属性じゃないといけないんですよ。だからエクストラデッキにも汎用のシンクロモンスターとかを積んじゃいけないんで、闇しか入れちゃいけないです。ともかくメインデッキでもエクストラデッキにも全部闇じゃないといけないっていう、ちょっと縛りがきついスキルですね。でじゃあどうやってこのギミックをね使っていくかっていうと、この、ギフト、リバイバルギフトっていうカードがありまして、これね、墓地からチューナーを、自分の墓地からチューナーを特殊召喚、して、で相手フィールド上にギフトデモントークンっていうトークンを生み出すんですよ。これフィールドにトークンがあったら邪魔っていうデッキ結構あるんですよね。で今日はですね、もうね、とにかくね、1個のデッキをねメタることを決めました。私はブラックフェザー、ブラックフェザーのワンキル能力高すぎてマジでうざいので、ブラックフェザーを全力でメタることをしました。私はでですね、どうやってメタっていくかっていうと、もうカイトルドとか、ね、入れられないんですよ。基本的にその闇じゃないから、闇属性だけでメタるんで、相手をね、どうやってやっていくかっていうと、まず普通にそのシムーンとかの効果にチェーンしてリバイバルギフトを打つと、ギフトデモントークンが出るんで、もうシンクロができません相手は。そのモンスターをどかすには多分ね、墓地に1回アイスなんつったっけ、スチームとかを送るとかしないとチューナーが用意できないんですよ、フィールドに。まあこれ対戦見ていただければ分かるんですけども、とにかくね、相手のシンクロを阻止します。基本的にアドバンス召喚とか入ってるデッキちょっときつくて、そういうデッキはあれなんですけども、まあ、シムーンアドバンス召喚したところで別にあいつ打点も低いし、シンクロチューナーとかじゃないので、あれなんですよ、シンクロ召喚できないから別にほっといていいんですよ。だからまあこれでまあ一回ロックが決まりますよと。であとはひたすらに妨害していけばいいんで、相手のやりたいことを、分断の壁で打点をゼロにしたりとか、あとそこらして埋めたりとか、あとこれが一番強いですね、生贄封じの仮面でそのリリース封じたりとか。もうリリース封じたら相手そのトークン2体とシムーンとかを処理できないんで、もうもはやね。でデモンチェーンでもちろん埋めるっていうか、まあ無力化するっていうこともするし、あとはこれ強いんですよ。このカード一旦に一度だけ戦闘で破壊されないっていう効果あるんで、これ戦闘で破壊されない1500なんですよ。でギフトデモントークンって攻撃力1500なんですよ。だからこいつ破壊できないんですよ、奴らは。だからこれ立てとくだけでもう盤面6決まってるみたいなのがあるんですよ、実は1枚で。であとはもっと妨害したくて、嫌なことをしたくて、やっぱ俺性格悪いじゃないですか。YouTube 界でナンバーワンの性格悪さって言われてるんですよ俺。だからこれカリギュラ、これがねマジで迷惑なの、これめちゃくちゃ迷惑。アレイスさんも闇だから一応入れられるんだけども、闇と闇で、まあ、融合してカリギュラ出すと、これモンスターの効果をお互いにね、一旦に一度しか発動ができないし、あとバトルフェーズで一体しか殴れないよっていうことになるんですよ。でそいつを無力化してしまえば、こういうカードでもうさ、相手やることないじゃん、やることないんですよ。で俺はターンエンドし続けて、で最終的に局地的大ハリケーンっていうカードで自分の墓地のカードと手札のカードを全部デッキに戻して、デッキ切れを待つっていう。そうです、どうやら理解してますね。これがデュエルリンクスです。勝ち筋、今回のデッキの勝ち筋はデッキ切れです。相手のデッキ切れまで粘ります、ひたすらに粘る。俺はトークンを生みつけて相手の場に、でこういうやつらで粘ります、ひたすらに。マジでキモいですこのデッキ。やっていきましょう、俺っぽいっちゃ俺っぽいね。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、狩り場いいね、狩り場いいんじゃない、結構これ強いんじゃない。狩り場は多分だけど、これ BF、 まあドラグニーって言わないと思うから、多分 BF だと思うんだよね。 BF だと思うから、さすがにギフトデモントークンがめっちゃ強いと思う。これさすがに、これはシムーン効果チェーンギフトデモントークンで勝ちだよ、さすがに。
さあお相手の方はクジャクマイ選手で、黒い旋風いいでしょう。来た BF だ。これは来た。し来た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 。リバイバルギフトを発動。さあ8、9、10、11、12、4ヶ月早いクリスマスプレゼントですよ、私からの。さあ差し上げますこの最強モンスターを。はいどうぞこれ絶対邪魔、これ絶対邪魔だわ。これチューナーかノーマルじゃないとどかせないもん多分ほぼこれ絶対邪魔で、シムーンアドバンスしたところでチューナーがいないからシンクロできないでしょこれ。はいはい、おろしいいよ、全然問題ない。さあギフトデモントークンとかいう最強のトークンが相手のフィールドに、召喚されました。どうするんでしょうか。クジャクマイ選手、あ、自分ね、オッケー。さあゴリ押しで旋風からのサーチが入っていく、それは全然いい。デモンズチェーンがあるので、分断デモンズチェーン、さすがになんとかなるでしょ。これブラックバードクローズ踏んでもいいな別に、もはや。これブラックバードクローズ踏んでもいける多分、もはやね。これスチームとか入ってて、その手札ほ増えて、まあこれ分断。はい。分断の壁でーす。バイーン。よし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 。まあこれ一生これターンエンドしたら勝ちだと思うんですけど、ブラックバードクローズ踏んでも俺勝てるから、あ、いけるわ。これやばすぎるでしょ。で、この盤面を作りたかったんですよ。この盤面を俺作りたかったんですよ。これで闇属性のモンスターを2体使って融合していくのはもちろん召喚獣カリギュラっていうクソ害悪モンスター、このモンスターが存在することによって相手はバトルフィールド中1体でしか攻撃できないし、モンスターの効果を1回までしか使えません。お互いにセット一応します、一応しますか。でカードを1枚セット。さあターンを終了していきます。あとは俺はターンをエンドし続けるだけです。これは決まりました。クジャクマイ選手何もできません神ゲーだわ、遊戯王デュエルリンクス神ゲーすぎる。さコズミックサイクロン、まあ、そう今さらどうでもいい、今さらどうでもいいすぎる。それは今全然いい、全く問題ない。さあこの盤面どうするんでしょうか。さあ守備表示、おっと、まあ、ちなみに今殴ったら勝ちでしたね。じゃあもはや、ターン終了はいいでしょう。もはや2戦で殴っときゃ勝てたみたいな話だけど、まあでもちょっとどかすのはね違うからね、相手の盤面を。こういうこのデッキはそういうことじゃないんで、このデッキはこの盤面を作ってあとひたすらターンエンドするっていう仕事をしたいだけなんですよ。これが皆さん、これが世界一性格が悪い男です。ちなみになんですけども、これサレンダーされなかった場合、あと行ってこいなので、これ最強カード来た、行ってこいなんで、16ターン待たないといけないんで、対戦が長くなると思うんですよ。なので一戦とかになる可能性あります。動画が一戦のみみたいなことになる可能性がありますけれども、ご了承ください。さあ最強カード来た。いやもうこれ、だってさ、リリースができない、シンクロもできないで、モンスターの効果は1回しか使えない、モンスター1体でしか殴れないっていう状況なんです今。どうやって勝つのあなた、一生ターンエンドしてるけどあなたどうやって勝つんですかと、そういう話です。逆に聞きたい。これでターンエンドしないのはね意味が分かんない。ターンエンドしないじゃねえや、ここでサレンダーしないのは意味が分かんない。マジでなんで付き合うのこれに。これ付き合ってたらさ、時間の無駄じゃない。キング松坂が言っていた、それ時間の無駄じゃないって。いやこれ時間の無駄だろ、サレンダーしろよ早く。こいつやべえだろ、あと4ターンターンエンドしすぎるのか。こいつも勝ち筋あるのか、やばすぎるマジで。これはもう完封試合すぎてだって俺もやることないんだけど、やることなすぎ。ワルタ遊戯王って簡単ですね。ターンエンドしたら勝てるんですか、ターンエンドし続けたら勝てるんですか。おもろすぎるこのゲーム、このゲーム神ゲーだったわ。あ強い、最強、神ゲーすぎた。でターン終了していく。さあこれはきついだろう。さあコズミックサイクロンでぶち抜いていくのは何のカード。さあ一応それはぶち抜いていくから、どうでもいい、マジでどうでもいい。じゃあね、絶望の局所的、局地的か、その絶望のハリケーン見せてあげるよ君に。
でゼピロス戻して特殊召喚してくるが、なんとそいつはチューナーじゃないからシンクロ召喚もできない。さあ、あと残り1ポイントは400ポイント。さあきついです。クジャクマイ選手どうするんでしょうか。さあやることがありません。クジャクマイ選手殴ってこいよ、少しくらい。そのなんかゼプロスとかいうクソモンスターで殴ってこいよ。そいつしか殴れねえだろ今。殴ってこいや。あと1枚。はい、絶望の局地的大ハリケーン、デッキ回復。おい、どうした？テクロバレー草。今さら草。今さらは草。なんでサレンダーしねえんだよこいつ。やばすぎるだろ。はい、ドローフェーズ宣言しろ。クソダコが。遊戯王デュエルリンクスは神ゲー。さあ、お相手の方は毎日ハードスプレー5本使ってる巻きた。毎日ハードスプレー5本使ってる巻きました。あー強い。バチクソ強いけど、強いけどモンスター来てな。ここは一回様子見ようか。一回様子見ましょう。一回様子見ていく。さあ、あー、オッケーオッケー。コズはない、コズはない。カーテン、カーテン、カーテン、カーテンは1体だからいいか。1体だから着地後だな。着地後セットされる危険性があるんで、これもブラックマジアドバンス召喚されんな。ちょ、アドバンス召喚意外といるな環境に。アドバンス召喚意外といるんだけど、意外といるの草。アドバンス召喚的結構あるんですけど、環境的にあんまりないという、あの前提でこのリバイバルギフトっていう最強カード入ってるんですけど、私いいですよ。セットはいい。さあ来いよ、来いや。うわー、分断の壁発動。バイーン。よしよしよし、もう100にした、100にしちゃった。ドロー。これはブラックマンションには一切効かないカード。カードを1枚セット、カードを1枚セット。楽しいのすべて。ブラックマジャンには一切効かないカード。やばい、ミステドロー。何を控えるんだ。結構普通にさ、シンプルになるんだけど、これさ普通にバック除去されたら一番やばくね、これ。ミステリードロー、これ何が飛んでくるんだこれ。マジシャムブラックイリュージョン。待って、それは デモンドチェーンが打てる。そいつはデモンドチェーンが打てるぞ。そんな、やばいこと起きた、やばいこと起きた、やばい。自分のフィールドの、僕これそうな、でトラップカードが発動した時にフィールドの状態にその発動を無効にした。うわ、やばいこと起きた。バチクソやべえやつ来た。ちょっと待って、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 やばいやばいやばい、ちょっとこれマジでやばい、マジでやばいこと起きてる。これどうしよう、これ一回でもこれ通すしかない。これ通して、これデッキトップで、デッキトップで戦闘。うわ、やばいこと起きた、やべえやつ来た。手札外気やりすぎだろ、ふざけんなよ。アドバンス召喚もマジでやめて。ちょ、わかったわかった、もうわかった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 、はい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 、無効にしないで、無効にしないで。ですよねー、ですよねー。うわー、分断の壁だー。クソったれー。こいつやばすぎるだろ、こいつ書いてることおかしいもん。